はい、今回もホラーゲームを遊んでいきたいと思います。はい。今回するゲーム、奇怪なレンズ、旅館警備員の報酬というゲームね、ホラーゲームね。何するかっていうと、なんか写真撮っていく。だけなのかな、わかんないけど、見回っていくゲームらしい。多分説明するよりもやった方が断然早い気がする。このゲームにはホラー要素、サスペンス要素が含まれています。ホラー表現が苦手な方や心臓が弱い方、プレイはお控えください。 OK。今日の派遣先は旅館か。警備の仕事と言っても各部屋を見回るだけか。だけだが、部屋は全部で15部屋。見て回った証拠に写真を撮るように言われた。なるほど。だから写真を撮るんだな。ここ？なんもないやん。誰もいないし。なんかある？ん？まだ心霊はないのにない？あれ、シャッターおるの？調子悪いなぁ。と言っても特に何も映ってない気がするんだけど。またシャッターが降りない。故障間際のカメラなんて渡すんじゃないよ。ちゃんとメンテナンスしといて。とは言っても何が映ることもない。何もおかしいところはない気がするんだけど、わかる人にはわかんのか？これ。ここに目がありますみたいな、顔がありますみたいな。机に反射している影というか光が顔になってるとか。そういうのない。あ、電気消えてる。おっと、なんか全然違う写真が撮れた。でも何も言わないんだ。特に何とも思わない警備員。さすが警備員。なんでビビってられないぜ。全然部屋の形が違うやん。別の部屋の写真が撮れた。どんだけおかしいと思わない警備員。プロフェッショナル。またシャッターが降りない。もう一回。ここでは何もない。次。おっと、同じか、間取り。何も言わない。なんかいる。なんかいるけど、何にも言わない。明らかにおかしなものが映ってますし、部屋も全然違うし、この部屋は何ともない。あ、誰かノックしてる。誰か呼んでる。でも無視する。無視する。全然部屋が違うんじゃない？同じ部屋？そう、見比べることができないから何とも言えないな。入った時の間取りを覚える。なるほどね。同じだ。というか何も変わってなかった。次。こんな感じね。またシャッター降りない。ということは何かが映る。何にも映らない。そっか。もう、13部屋目？なんか映るでしょ、ここで。何も映らない。それとも映ってるけど気づいてないだけなのかもしれない。ちっちゃい幽霊がいたかもしれない。もう、
悪ふざけやん、こんなん。悪ふざけでしかない。これ、手前の部屋ってことか。違う？そうだよな、障子があるもんね。手前の部屋なのか、手前の部屋なのか、それとも全然別の部屋なのか。でも、なんか模様の描いてる壁ないしな。全然違う部屋か。ラスト。全然別だわ。この部屋ですらないわ。だって、これクーラーでしょ、きっと。きっとでもないか。クーラーでしかないか。この形。ねえ。カーソル出てねえわ。でもクーラーないしな、この部屋。今のが最後の部屋だ。気分が悪くなってきた。早く帰ろう。玄関へと引き返す。玄関へと引き返す。引き返す。ダッシュで行け。さっさと行け。進んでないよ、全然。え？なんか名前がたくさん出てる。何これ。玄関のストレート出た俺は、急いで旅館から離れると、携帯電話ですぐに警備会社へ連絡を入れた。もしもし、旅館の見回りが終わりました。すぐに写真持って戻ります。お疲れさんです。うん？黒岩さん、今夜は当番？え、何？どういうこと？なんでハンテナがついてんの？俺です。旅館の写真撮ってこいって言われましたよね。ごめんなさい。どちらさん？黒岩さんじゃないよね。電話番号違うし。は？何を言ってるんです。もういいです。もういいですって言って切るのもなんかあれだけど、どうしようもないんだけど。ああ、そうか。わかった。俺は何度も何度もこの現場に戻ってきてしまうのか。この写真を撮るために何度も何度も何度も。ええー。あれは一体何がしたいんじゃ。取り憑かれてんのか？これらは18年前に A 県戸川市間宮町で起きた女性7人が殺害された事件の現、えー、殺害された事件の事件現場である廃墟旅館で2020年に撮影された写真です。犯人はまだ捕まっていません。じゃあ写真撮った警備員がっていう話？発見された被害者全員の顔がハンマーで砕かれていました。コンビニで一人買い物をしている女性客を言葉巧みに車へと乗せ、鈍器で殴って気絶させた後、廃墟の旅館で顔面を砕くというおぞましい犯行でした。この黒いのはそういうこと。でもなんか顔がおかしいのはそういうことか。砕かれたからこういう写真になったってことか。顔を執拗に攻撃していることから知り合いによる犯行の線で捜査されましたが、第一容疑者だった人物から何らかの理由で逮捕に至らず、事件は迷宮入りになりました。知り合いってことは全員関係性が何らかのつながりがあったってこと？じゃないと知り合いとかって感じにはなんないもん。事件から18年後、2020年に某オカルトチャンネル YouTuber がこの旅館のことを知り、現地で撮影を行いました。そこに写っていたものが今見ている写真です。マジで？マジでこんな写真撮れたの？だとしたらすげえな。この YouTuber が偶然知り合いの飲み仲間だったので、
私に話が回ってきました。この写真でホラーゲームを作ってほしいと。この写真でと。私には霊感がないので、この写真に何が写っているのか分かりませんが、霊感の強い方には怨霊が見えているとのことです。バッチリ見えてるわ。何も写っていない写真をホラーゲームに使用したところで怖いかどうか分かりませんが、逆に不気味でいいかもしれないと思って作戦に当たりました。遊んでくれてどうもありがとうございました。物語は全てフィクションです。実在の人物、団体、事件などは一切関係ありません。まあそうだよね。ですよね。怪奇なレンズ、旅館警備員の報酬終わり。じゃあ途中でノックガン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 してたのは、その被害者の怨霊のなせる技というか、怪奇現象だったってことか。で、結局犯人は見つからず未解決のままってことね。おぞましい事件だった。フィクションだけど。まあ短いけど、ホラーゲーム、怪奇なレンズ、旅館警備員の報酬でした。ありがとうございました。